よゃしょ白河地事事と広をのでございます。すぐピックアップ。まあ、札幌市内のまずですけどね、あの、市長の方からね、あのイベント自粛3月末まで期間延長、検討してるらしいですね。あらあらあらと思いますよね。まあ、期間延長ね、これ、こればっかりはイエスにコロナの影響ですよね。で、あのー、 まあ、知事の初開講のどういう発言がされるかということを受けて柔軟に対応していきたいです。知事の方が偉いから仕方ないけど、あの知事っていう俺からすとは思うんだけどね。まあ、頑張ってくれって感じですよね。それはとてもいいです。そしてあの、札幌市交通局から2月からの2ヶ月間で路面電車と地下鉄の乗車人数の大幅な減少で、うん、路面電車で4100万円、地下鉄で10億円の減収となる見,込みを見通しを報告しました。 うわぁ、近づいて結構かかるんだね。うん1。1ヶ月半で10億稼げるんだね。路面電車に乗んないんだね。いや、乗んないけどね。一部だからね、あれ乗れるのね。<laughs> うん。まあ、その感じですよね。だから札、うんあ、札幌市内の、んああ、札幌市内の、市の施設やイベントの休館ね。うん。まあね。 まず、市の施設ってほとんど、あーって思いますよね。うん。自粛するのはね、イベント結構潰れてますからね、いろいろとね。まあ、それと僕が言いたいのはこれですよね。うん。セブン‐イレブンの弁当、底上げしてんじゃないかと。うん。いや、ごめん。どこの弁当も底上げしてる。まず、第一の、こう、こう感じはうまそうだよね。うーん。おおみたいな感じでね、ちっちゃい感じだけどね。これ見てね、うん。 実際あの、この人はセブン‐イレブンの、みたいなああ、そういう感じで底上げしてる斜めだねとかね、そういう感じで、うん。まあ、見た目重視なのかとかって書いてるけどね、ちゃんと擁護しながら。<laughs> いや、俺からすると底上げしか思えないんだけどね。うん。で、あのー、ぶっちゃけ言うとセブン‐イレブンだけじゃないです。あのー、イオンもそうだし、えぇ、ー、こんなに上げてて、あ裏見たらわかります、全部。あのー、確かに見栄えいいとかっていう人もいるだろうけど、 恨みにくだっボコボコボコっててさいいきボボボボココココましたで、よく見たらボコボコしてるところが特にあのご飯の量が少なくなっていたりとかおかずがあんまり入らなくなってる仕様になってます見た目はすごいいっぱい入ってるのに食ったらボリューム前というそこですまあ分かりますよ消費税あの上がるしうんあ物も,もね原材料もねやったくなってくるとそしたらどこをコストカットするかというとまあ人件費カットするっていうのもあるんですけどもまあこういうものであれば 材料費カットとかうんそう考えるとうーんまあしょうがないのかもしれないけどあんまりそうはげすんならほんとちっちゃいもんでいいと思うんだけどね多分見栄え大きい方がでかく感じるか見栄えがいいとかってでほんとにご,ご飯見てくださいみんな普通に頼んで普通の人ふって薄いですからご飯が <laughs> うん一回の普通にあの食べるんじゃなくて一回あの箸でこう刺してて見てくださいよ <laughs> 笑<い>ます <laughs>、うん、な逆に言うとあの量の多いところはすげえなと思いますうんどことは言いませんけどねうんそう考えると量が多くて安いところが一番いいと言いながら今はコンビニも売れてますからねうんどうしてもあのーねコロナの影響でかいっすでもさすがにあの底上げしまくってる最近もうダメでしょここまでしたらってうんほんといろいろなもの極端のもの底上げされたねうんイオンさん もうちょい底上げそなんな感じでね、あのー、底上げばっかりしまくっては後から顔が減ってるの知らないよって思いますけどね、うん、前はね本当にこうさらフスロフラッと、まあ、あとは分かれ道こうあるぐらいだったのに今でもう覚えたらフフフフってきやってまたフフフッみたいな「ええー!」って「深いよ」みたいなねうんねそんなことか俺はこういうものをさらに食っちゃうんでしょ、うん で、今さっき食ったのがね、ここにありますけどねあ、美味しかったです。バッタピー。で、その下にバッタピーの中に入ってるのが、ねバッター <laughs> ベビースター入ってるよって。なん食ったの今日みたいな感じですよね。まあそんな感じでね、増えていくんです。消費は増えます。弁当500円で買いました。今まで500円と、なんかの一品か二品、お菓子食えばいいと思います。 じゃん。たらないじゃん、足らないじゃん、足 <laughs> らないじゃん、足らないじゃん、足らない,じゃ,んらないじ,ゃんじゃん、みたいなね、もう悔い悪く、だからデブが増えるんです。動かないから、困ったもんです。うーん。では、こういうことで、こんなくだらないことばっかり言ってますから、チャンネル登録してくると嬉しいです。では、さよならー、どうもーん。